どうも、こんにちは。と、あと、こんばんは、おはようございます。全部合わせて、こんにちはでございます。生活保護の話題ってのは尽きないであるんですが、今回ですね、その、生活保護って税金使ってるじゃないですか。で、その中でね、その、儲かる人たちっていうのがね、世の中にはね、いるんですよ。まあ、貧困ビジネスとかって言うんですけど、貧困ビジネスとはちょっと違った話になるんですけれども、この生活保護の人たちがいることで、この生活保護を受給している人たちを顧客にしている、儲ける方法があるんですね。うん。で、それがどういう人たちなのかっていうのをね、もう明かしちゃうよ。俺もうね、こいつらね、ほんとね、地方公務員時代ね、こんなこと言っちゃうんだけど、クズだと思ってた。クズつーか、まあ、なんか態度がね、もう嫌なんだよな。嫌だ。なんだかさ、要はね、なんか、ね、俺たち善意だぜ、みたいな。いい奴らだぜ、みたいな。なんか、いろいろやってんだよ。やってくんの。うん。なんだけど、いやいや、これね、ね、って。だけど、なんか、腹立つの別にいいんだよ。その、お金を儲けること自体ってのは、俺は、その、いいの。別に全然。うん。てか、むしろお金儲けるってすごいことだと思ってるから。たださ、だから、その、上場企業とかそういう、まあ、要は世界的な有名な会社とかさ、それ全然いいと思う。価値を提供してるからね。なんだけど、その人たちって、いいなって思うのは、利益を上げるとかっていうことに関して、その、自分らが、なんて言うかな、正義の味方とか、弱者の味方とかみたいな、こう、形を出さないでしょ？うん。単純に、ね、こういう便利なものがあったら、みんな喜ぶなっていう、そういう純粋な話になってくるじゃないですか。うん。ね、で、それで、その対価としてもらうみたいな。だけどね、このね、生活保護の奴ら、その、生活保護の奴らを、こう、顧客としてるような、その儲ける人たちってのは、なんか自分らがさもね、すごいいい言葉でやってますっていう感じで来んのね。だからもう汚いんだよ。ああ、大嫌い。まあいいや。そんなこと言え。じゃあまず、話しとくかな。1個目。無料定額宿泊所。これさ、聞いたことある人といると思うんだけども、生活保護って、ホームレスはなれないんですよ。基本的には。なぜかって言ったら、住所地が必要なんです。はい。で、その、実地に合わせてっていうのが、実情に合わせてって生活保護って支給するんで、住所地っていうのが、登録のその、書類じゃなくて、そこに今、どこに住んでるっていう実態が必要なんですよ。だから、そこの実態がある、その住んでる場所の規定に従って、保証するっていうのがあるんです。だから、ホームレスの人とかを、その無料定額宿泊所って言って、ホテルとかそういうとか違うんだけど、その、まあ、保証人とかいなくても住める、今、要は、グループホームみたいな家があるんですよ。で、そこに住まわすんですよね。で、そうすれば一応住所地としてなるので、そこのお金を払うんですよ。で、このね、無料定額宿泊所がね、まあ、これがまた、ひでえの。これ、生活保護の人たちが、もしさ、見てたとしたらさ、言うけど、無料定額宿泊所だけは絶対行かない方がいいよ。だったら、そこら辺のね、誰だか、大家さんとか、もう何でも不動産屋さんに行って、ここ頼むから貸してくれて言った方がいい。保証人とか、保証人は役所だとか言ってね。保証会社ってあんだから、生活保護申請するからっつって、これね、本当に無料定額宿泊所マジでやばい。マジでやばい。マジでやばいっつうか、まあ、てかなんか、住んでる人間がやばいんだけど、管理者も、もう、とんでもねえよ、あれは。こんなこと言っちゃうんだけど。だって、いろいろ全国各地であるんだけど、こう、昔の旧アパートとか、なんかもう、店舗やってたとか、そこを買い取って回収してんだよね。で、ワンルームどころじゃないからね、狭さ。車の、これ車で撮ってるけどさ、本当に、こう、人が一人寝る、畳二畳ぐらいなんだよ。え、起きて半畳、寝て一畳じゃないけど、この一畳二畳ぐらいのスペースに、こうテレビとか置いて、で、それで壁なんか、ベニヤ板一枚ぐらいの音、隣の音なんか全然聞こえてくるかな。で、それで共同、トイレと共同の浴室つって。で、食事も出るよとか言うんだけど、あれ、仕出し弁当なんだけど、またその仕出し弁当がまたこう、もうね、チャッチーの！うん。
それね、住居費と、住居費と生活保護費のさ、全部、その、基準に取ったやつ取られちゃうんだけどね。で、取って、で、弁当代ってさ、食事代ってさ、取られて、で、外出するときとかだったら、時間だってもう、完全に門限が決まってんだから、それってなわけがわかんないでしょ、少年みたいだよ。あ、少年ってか、もう、当然刑務所とかさ、そういう生活、もうほとんど取られちゃう。で、自由になるお金ってだって、生活保護の内訳ってのは後で説明するけど、別の動画ね。住居費以外の、まあ、説明したか前の動画でな。まあ、いいや。で、それ以外の自分の本当はさ、自由に使えるお金とかあるんだけどさ、これ、光熱費だとか、いろんなもので、ボコ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 この無料定額宿泊所って取られちゃう。だから手元に本当に 2万ぐらいしか残らなくなっちゃうから。で、仕事を見つけろとか言うんだけどさ、何分お金ねえから、カップラーメンさえ食えねえかなっていうような生活してるって言うんだから、生活保護の人たち。ただで、その、住んでる人たちも質が悪いから、もう音はうるさいし、もうやめた方がいい。無料定額宿泊。で、さ、定期的にお金入ってくるんだから、ここは。で、満室。ね。いや、これはひどいよな。ああ、無料定額宿泊所はね、住まない方がいい。はい。で、次。グループホーム。まあ、これも、まあ、いわゆる無料定額宿泊所に近いんですけど、何かあったら、まあ、障害者系なんですよね。で、一般的なところに一人で住んでたりすると、生活が不規則であったりとか、まあ、要は、だらけしちゃうと。で、あとは、その、障害の認定とかしてるね、人たちが、こう、みんなでグループホームするんだけど、これはグループホームはね、まあまあ、マシです。障害者の、なんていうかな、システムに乗っ取って、福祉の方に乗っ取ってたりするから、まあ、管理人さんがいるんですよ。さっきの無料定額宿泊所も管理人いるけど、あれはもう、やめてやらん、もう、これああ、また、いろいろあんだよ。うん。やめ、ほんとに。で、グループホームはね、その、管理人さんがいて、で、自分の家である程度、ちゃんと保たれるし、で、そのグループホームの家賃もちゃんとね、障害者の施設として、自治体がやってるところだから、それは大丈夫なんですよ。で、取られるってことないから。で、なおかつ、バスが来る。バスとか、ワゴン車とか来て、朝、そこにみんなで乗って、で、障害者、就労支援とかって、まあ、就労支援 A 型、B 型っていうのがあるんだけども、で、そこで、みんなでこう、なんつうのか、生協行ったりとか、なんつうかな、配送のとこ行ったりとかね。あとは、まあ、要は、内職に近い作業をしたりするんだけど、そこで工賃っていうのもらえるんだよね。給料じゃないよ、工賃ね。まあ、ちょっと工賃、わからなかったら調べてみ？あるから。で、ちょっとしたお小遣い。5000とか、ね、あれ、月にすっげえ安いけどね。まあ、いいや、その障害者さんだからさ。で、ここでみんなで共同生活をするっていうのがあるんですけど、ここはね、結構壁もね、厚くてなんだけど、で、ここの、これを運営してる人たちっていうのは、やっぱりね、これ儲かんのよ。なぜなら、障害者さんたちっていうのは、元々の障害なんで、要は、回復って言葉じゃないけど、いわゆる通常、まあ、言葉選べなきゃいけないな、いろいろな、めんどくせえな。まあ、要は、健常者だよね。その人たちと同じような状態になることはないの。今後、一生、二度と。二度とじゃねえよ。最初からないんだから。だから、ずっといる。亡くなるまでいる。だから、ずっと、その入居者が亡くなる、開くことはない。これ儲かる。で、次ね、これだよ。介護事業所。これが言いたかった。今回。ね、無料定額宿泊所っていうのは、まあ、どうしようもねえ、ね、ホームレスの人とかって言って、なんだけど、この介護サービスが、これがほとんどなの。だって、介護がこんだけ普及してんのね。これなんだよ。これ儲かるんだよ。すげえ儲かんの。生活保護を抱えると。これ何かあったら、まず第一。ケアマネージャーっているんだよね。で、ケアマネージャーっていうのは、その、介護を受けてる人の、このケアプランっていう紙があるんだけど、プランを考えるわけ。で、通常であれば、その、介護を受ける人たちのは、介護保険料を毎月払って、で、なおかつその介護サービスの自己負担額ってのは1割とか2割とか、まあ、高額所得者だったら2割とか負担するわけじゃん。だけど、生活保護ってのはね、これ全部無料なの。そうすると、ケアマネは何するかって言ったら、
その介護度とか養子縁とかってあるんだけど、その介護度1、2、3、4って上限額が決まってて、それ以上は自己負担ってなるんだけど、この、結局さ、自己負担額があるからさ、ある程度その人の必要なサービスって提供するわけじゃない？プランつくんだけど、これ、ケアマネは、これバカ野郎がいいんだよ。あの、生活保護の、その人たちっていうのは、まあ、要は無料なんだよな、介護サービスが。そうするとね、上限額いっぱいまでね、プラン作んの。もう完全にガチガチで作るんだよ。これさ、何万もすんだからな、だから。だって、介護度5とかになったら20万とか超えて、あれ、2、30万いっちゃうんだよね、あれね。で、これさ、これが必要だから、あれが必要だからつって、なんかその、自分は、人になんかこういうことしてあげたいからとかっていう、なんかわけわかんない理論持ち出してきて、ケアマネってこれ税金だぞこれ。そうじゃん。生活保護のさ、お金なんだから。これガチガチをね、満額まで使う。ケアプラン作るの。そしたら、何するかって言ったら、その介護サービスをもう潤沢に受けるわけ。生活保護受給者とかは。だけど、通常の人たちっていうのは自己負担があったりとか、まあ、いろんな頭働くから、そこまで別に自分に必要なサービスのプランだけ作るわけ。でもね、ケアプラン、このね、結局ね、生活保護ってのはさ、結局無限だから、無限じゃないや、無料だから、ガチガチなんですよ。そうすると、介護事業所にお前収入が入る。で、なんで、このケアプランをガチガチまでのこの満額のように作るかって言ったら、これ理由があるんだよ。なんつうかって言ったら、この介護事業所の、その、法人、社会福祉法人で、こう、一個の枠組みでね、作ってるでしょ。そうすると、例えばデイサービスあるんだけどな、あの、介護のね、通所で行くんだよ。だけど、そこの、同じグループに、このケアマネージャーっていうのが、同じ会社に勤めてるわけ。グループの。だから、儲かるわけよ。だから、これね、このケアプランを取って、これ、後でね、介護事業所のね、あの、クソっぷりって動画上げたら、あのね、介護職員とか、そういうエッセンシャルワーカーとかに対してさ、もっとね、福祉にお金使うとかって、福祉って言葉弱えんだよな。うん。だけど、こんなことじゃないんだけどね、介護事業所がクソの集まりだからな。こんなことじゃないんだけど。もともと本来ってのは自助、公助、共助って言ってさ、自分で自立すべきなんだよ。で、お互い助け合うべきなんだよ。どうしてもダメだったら公助使うんだよ。でも公助でも必要なるものだけ使えばいいのよ。ね？なんだけど、この介護と医療が、日本の財政をね、俺破綻させるってね、俺は予言する。やばいぜ。医療と介護は本当に舐めちゃいけない。ものすごい高額なんだから。何百兆って話なんだから。あ、兆だぞ、兆。だって、生活保護の受給者たちの、ね、半分は医療扶助で財政圧迫してんだからな。2兆円とか使うんだぞ、毎年。だから、本当に医療系と介護系って、あの、確かに自分たちがピンチに陥った時って全然いいと思う。なんだけど、あまりにもやりすぎたら財政がすげえ圧迫するし、さ、大したことやってないんだよ、こんなこと言っちゃうんだけど。なんでかって俺、あの、介護系もさ、経験あったらわかるんだよ。だから、本当にね、で、このケアマネージャーってのはね、乱暴にね、これ、金のことばっかり。だからあれだ、社会福祉法人の理事長とかってさ、普通にさ、あ、年収さ、1000万とか2000万とかもらってる。NPO 法人は違うよ。もっと、全然ボンクラの給料だけど、社会福祉法人って、社会福祉事業っていろんなのやから、正義の味方っぽいでしょ？社会福祉なんて。あいつは違うかな？すげえ金持ってっかんね、あれ。理事長たち。で、自分の従業員たちにはさ、安い賃金で働かすんだけど、あれみんなあれだからな、あの、クラウンだとかさ、レクサスとか乗ってっかんな。うん。で、ね、社員料とか作っちゃったりするから。で、まぁ、ちょっとね、時間がね、結構押してきちゃっててなってるから、あの、生活保護の、ことで儲かる事業、関係者っていう話っていうのはまた第2弾出すけども、とにかく俺が言いたかったのは、この第1弾目、この介護系の事業所っていうのは、基本的にはめちゃくちゃ儲かってる。生活保護で、貧困ビジネスだ。だから、あのね、福祉にやめよう。で、そしたら、自分の体は自分で守ろう。そのためにやっぱりね、野菜食った方がいい。肉もそうだけど、やっぱ野菜食べてこうぜ。なんならもう、自分で育てちゃおうぜ。野菜食おうよな。そんなこと、じゃあ第2弾出すから。次な、また闇すげえぞ、儲かる奴ら。まあね、そういう形で、介護。これはね、生活保護で儲けてる。ただ、経営者しなきゃダメだよ。従業員は給料安いからね。はい、それだけ言ってくよ。じゃあ、さよなら、バイバーイ、さよなら。はい。